若き日のシャムロック。ケンシャムロックは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。ジョージア州、メーコン出身。ライオンズ伝主催。元 UFC スーパーファイト王者。元無差別級、キング・オブ・パンクラシスト。UFC 殿堂入り。初期のリングネームは、ウェイン・シャムロック。プライド、UFC、WWE、ティネ、パンクラスなどに参戦経験を持つ。 総合格闘家のフランク・シャムロックは弟だが、両名とも養子であり、地のつながりはない。格闘家のロビー・キル・パトリックは実刑である。シャムロックが5歳の時にジップが蒸発。13歳の時、系府に家から追い出され兄弟とも離れ離れになる。廃車暮らしを経て7つのグループホームをたらい回しにされ、少年鑑別所も経験した。14歳の時に、 ボブ・シャムロックのグループホームに入り、後に養子縁組の手続きが取られ名字がシャムロックに変わる。シャムロックは幼い頃から野球とアメリカンフットボールを始め、10歳からレスリングを始めた。高校時代はアメリカンフットボールとレスリングで活躍するが、レスリングのトレーニング中に首を骨折して手術を受ける。医者からスポーツはできないだろうと告げられるも、 コミュニティカレッジでアメリカンフットボールのキャプテンとして活躍し、ロサンゼルスチャージャーズからトライアウトの招待を受けた。しかし、シャムロックはプロレスを選択しこの誘いを断ると、ネルソン・ロイヤルが主催していたレスリングスクールに入った。1989年プロレスデビュー。9月全日本プロレスに初来日するも新人で、 キャリアが浅かったことと、全日本のファイトスタイルに適合しなかったため、評価は芳しくなく、週刊プロレスで、かつて掲載されていた外人レスラーの通信簿では10点満点の1点という、最低の評価で、ダメ外人レスラー扱いされていた。1990年10月、第2次 UWF に参戦してからは、自身のファイトスタイルに適合したのか、見違えるようなファイトを見せるようになり、 UWF 崩壊後、プロフェッショナルレスリング、藤原組を経てパンクラスに参戦し、初期のパンクラスで外国人エースとして活躍した。1993年9月21日、パンクラス旗揚げ戦のメインイベントで、船木正勝と対戦し、片固めで勝利。1993年11月12日、UFC の 1> 第1回大会 UFC1 のトーナメントに出場。1回戦はパトリックスミスにヒールホールドで勝利するも、続く準決勝でホイス・グレーシーと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。1994年5月31日、初めてのキックボクシングルールの試合で、キック戦績110勝6敗個、率90%のフランク・ロブマンと対戦し、ローキックで小負けを喫した。 1994年9月9日、UFC3 のトーナメントで1回戦のクリストフ、レニンガー、準決勝のフェリックス・ミッチェルに勝利し決勝に進出を決めるが、ホイス・グレーシーが肝戦のダメージで決勝を棄権すると、シャムロックも自身が膝を負傷したこともあり、決勝出場を辞退した。1994年12月16日17日、 初代キングオブパンクラス決定トーナメントのキングオブパンクレイストーナメントに出場し、アレックス・クック、モーリス・スミス、船木正勝、山田学を破り王座を獲得した。1995年3月10日、バスルッテンとキングオブパンクラスタイトルマッチで対戦し、膝十字固めで勝利を収め、王座の初防衛に成功した。1995年4月7日、UFC 後の スーパーファイト王座決定戦で、ホイス・グレーシーと再戦し、時間切れで引き分け王座獲得に失敗した。1995年5月13日、鈴木みのるとキング・オブ・パンクラスタイトルマッチで対戦し、膝十字固めで一本負け、王座の初防衛に失敗した。1995年7月14日、UFC6 のスーパーファイト王座決定戦で、 ダンスバーンと対戦し、フロントチョークで一本勝ちを収め、王座獲得に成功した。1996年5月17日、UFC 級でダンスバーンと再戦し、判定負け、スーパーファイト王座の防衛に失敗した。1996年12月7日、アルティメットアルティメット1996のトーナメント一回戦で、ブライアン・ジョンストンに勝利するも、 手の負傷のため、準決勝を棄権した。米国上院議員ジョン・マケインの働きかけで、ケーブルテレビ会社が UFC のペーパービュー放送から撤退したことにより、収入の落ちた UFC を離れプロレスの WWF への参戦を決めた。1997年2月24日、WWF に、ザワールズモーストデンジャラスマンのニックネームでデビュー。12月7日、 ショーン・マイケルズの持つ WWF 王座に挑戦するも、ハンター・ハースとヘルムスリーの乱入で反則勝ちとなり、規定により王座獲得ならず。1998年10月12日、8人トーナメントを制し、WWF インターコンチネンタル王座を獲得。12月14日、ビッグ、ボスマンとのコンビで、ニューエイジアウトローズから、WWF 世界タッグ王座をダッシュ。 1999年に WWF を離れた。2000年5月21日、プライド初参戦となった、プライドグランプリー2000決勝戦のスペシャルマッチで、アレクサンダー・をッツカと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2002年2月24日、プライド19でドン・フライと対戦し、判定負け。フライトは、UFC 時代の過婚で犬猿の中として、 有名だったが、試合後は、検討を称え合って握手した。2002年6月19日、ティネの旗揚げ戦に参加。メインイベントで行われた、NWA 世界ヘビー級王座をかけた、バトルロイヤル戦を制して、新王者となった。2002年11月22日、UFC40 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで、王者ティトーティズに挑戦。 3R 終了時に、セコンドからタオルが投入され TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2003年11月21日、UFC45 で、ホイス・グレーシーと共に UFC 殿堂入りの式典が行われた。同時に、UFC 公式サイトで投票された、UFC 歴代人気ファイターベスト10が発表され、ランディク・ートゥアに次ぐ2位となった。 2005年10月23日、プライド30で桜場和志と対戦し、右ストレートで TKO 負け。2006年4月から6月にかけて放送された、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター3で、キト・オーティズと共にコーチを務めた。2006年7月8日、UFC61 で、キト・オーティズと約4年ぶりに再戦し、グラウンドの肘打ちで、 レフェリーストップによる TKO 負けを喫するも、シャムロックはストップが早すぎると抗議した。このため決着戦として10月10日のオルティス VS、シャムロック3で3度目の対戦が組まれるもグランドのパウンドで敗れた。2007年6月、UFC からリリースされると、シャムロックは契約違反で UFC を訴えるが、最終的に裁判所から敗訴の判決を下され、 UFC 側の弁護士費用を負担するよう命じられた。2008年3月8日、刑事0時初参戦となった刑事0時25でロバート・ベリーと対戦し、スタンドパンチ連打で小負けを喫した。10月4日、エリティックスックで金ボスライスと対戦予定であったが、試合前のウォーミングアップで、トレーニングパートナーの頭が当たり目尻を6針縫う、負傷をしたためドクターストップとなった。 2009年2月13日、ロスクリフトに一本価値を収めるも、後に禁止薬物の陽性反応が出たため1年間の出場停止処分を受け、3月21日に予定されていたボビー・ラシュリーとの試合は中止となった。2016年2月19日、ベラトア149でホイス・グレーシーと対戦し、TKO 負けを喫した。さらにこの試合で、 禁止薬物の陽性反応が出たことがテキサス州のアスレチックコミッションより3月11日に発表された。ありがとうございます。